受験生が大学入学後、そして卒業後にどのように活躍するかが大学が最も評価することなんですね。未来やりたいことのギャップみたいなところですね。それが大学に説明することができると、それこそ大学でやりたいことの説得力につながるかなというふうに思います。コスコス副塾長の西村です。本日はゲストにお越しいただいております。総合型職人の太鼓です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。準レギュラーぐらいの勢いで、はい、来ていただいておりますけども、はいはい、バスガルパスに来させていただいて動画を撮影させていただいているということになります。はい、本日太鼓さんにお話をお聞きしたいのが、はい、総合型選抜で大学が評価するもの、こちらをですねお聞きしたいなというふうに思っております。お任せください。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではズバリ総合型選抜で大学が評価するものとは何でしょう。3つに分けて話します。未来、過去、現在。未来と過去と現在が重要であるっていうことなんですけども、まあ、それぞれどうして重要なのかっていうところをお聞きしたいと思います。この中で一番大事なのって何ですか。何だと思いますか。私は未来だと思ってます。素晴らしい、さすがプロ、はい、未来はこの3つの中で最も重要なものと考えていいと私たちは思います。受験生が大学入学後、そして卒業後にどのように活躍するかが大学が最も評価することなんですね。具体的には志望理由書や学習計画書、自己推薦書などの書類や面接、それらで自分が大学入学以降にどのように生きていきたいか、どのように社会貢献したいかを大学側が納得するような説明ができるようにしてほしいと思います。本当に未来っていうのは大事ですし、受験生のほとんどが意外とこの未来よりは今までの経歴だったりっていうのが大事なんじゃないかっていう結構思ってると思うんですよね。ただ大学が評価しているのはやはり未来だ。仮にですけど、過去に素晴らしい何か実績とかを持ってたとしても、それをどのように活かせるかっていう話ができなかったら、大学側としてはその受験生に何の魅力も感じないんですよね。ですからやはり過去の実績よりも未来にどうつなげるか、どう生きていきたいかっていうのを熱く語れるようになってほしいなというふうに思いますね。一つ目は未来が大事だと。続きまして、未来が大事というふうにおっしゃっていたんですが、過去も大事だと。なんか矛盾しているような話になるんですけれども、ね、受験生が未来を語るためには必ずそうなった経緯、つまり過去の経験があるはずですよね。そうですね。何にもないところからいきなり未来にこうしたいですと言っても矛盾があったりいろいろ出てくるから、大学側も納得しないわけですよ。ですから過去より未来が大事なのは確かなんですけれども、その未来を説明するためには過去も大事になってくると、そういうことなんですね。やってきたこととやりたいことがちぐはぐだとあまり評価しづらいと言いますか、じゃあ未来で海洋生物の保護をやりたいって言っておいて、まあ、過去やってきたボランティアがそれ以外のボランティアっていう形になると、やってきたこととやりたいことが違うんじゃないかみたいな感じの評価をされてしまうということですね。具体的には例えば調査書、それから志望理由書、自己推薦書、活動報告書などの書類や面接の時に語るなどで過去の実績や経験、これらを語ることになるんですね。それ以外にも、例えば学力テストがある場合、小論文がある場合であっても、過去に培った力の証明という点では過去を出すことになりますよね。過去も大事だということでした。はい、では続いて3つ目、これは現在ということなんですけども、こちらはどういった理由があるんでしょうか。未来と過去をつなぐものは現在じゃないですか。はい、はい、言ってしまえばですね、現在あなたは何をしているのか、どういう状態なのかっていうのも語っておかないと、過去、現在、未来、これが続いていきませんよね。そういうことからもこの現在っていうのをきちんと語れることは大事になってきます。それこそ一貫性ですよね。過去やってきたこと、今やってきたこと、未来やりたいことが一貫性がないと、それこそちぐはぐになってしまうと思いますし、現在何ができるのかっていうのを言うことによって、未来やりたいことのギャップみたいなところですね、それが大学に説明することができると、大学で補う力
みたいなのを説明することができると思いますので、それこそ大学でやりたいことの説得力につながるかなというふうに思います。この現在を大学側が知る方法としてはですね、小論文、それから面接、プレゼンテーションやこの課題レポートがあるんですけども、もちろん学力テストや口頭試問がある場合は、それで現在の受験生の努力を評価する上でとても重要なファクターになるということですね。そういったものが課される場合は現在が重要だから、その対策をしっかりということですね、はい。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。出願書類、面接の悩みはコメント欄にお願いいたします。それではありがとうございました。